やってまいりました。今日はですね、こちらホンダモデュール X の中古販売です。今日もやっておりました、今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんにお邪魔しております。神々、今日はねこちらすごいっしょ。これモデュール X ですよ。あのベゼルのハイブリッドモデュール X、 こちらまあ中古販売ということで、オプションパーツがついて、ででん3,238,000円ということで、これねまあ中古販売なんですけど、走行距離ね 6,000 キロしか走ってません。いやちょっとね、とりあえずじっくり見ていきましょうか。ホンダベゼルハイブリッドモデュール X ということで、いやめっちゃかっこよくないですか。いやベゼルってね、改めて見たらものすごいものすごい綺麗な車ですよね。しかもこのモデュール X ということで、あの X をね模したようなフロントマスクになってますよね。やっぱねモデュール X というと空力ねめちゃくちゃ考えて実は作られております。これねただのデザインされた X のかっこいいフロントマスクっていうわけではないらしいんですよね。こうやってね清流、風を操ってるらしいんですよ。この清流、この底面にねこの大きいフィンが2つねついてるんですよね。これで空気の流れをここで調整してるというものになるんですよね。この底面にねこの大きいフィンが2つねついてるんですよね。これで空気の流れをここで調整してるというものになるんですよね。でモデュール専用のアルミホイールがついております。こちら18インチがついておりますね。で奥に見える白いショックアブソーバー、モデュール専用のサスペンションがついております。かっこいいね。ちなみにこのリアはあ、ほらほら、リアもね、だいぶ違うでしょ？この下の方が、なんかあの、大人かっこいいなという感じします。結構ね、モデューロってね、なんか大人っぽいですよね。なんか、いやらしさがないというか、それが売れてる理由かな。これが一個ついてるだけで、なんかね、全然違うらしいんですよ、空力性能っていうのが。いや、それにしても、ツルピカやな。ほら、モデューロ X。かっこいいね。こんな光り方するんやったんやな。まあ IDCD ということで、あの 1.5 リッタープラスモーターというね、なんか結構ねキビキビ走るパワーユニットが実は搭載されております。あの根強い人気ありますよね。綺麗わ。これちょっと欲しなってきた。初年度登録が令和元年の1月なので、令和4年の11月まで車検がついております。まあ、323万するけどね。これ実はあの税込みで、しかもオプションがついてます。オプションはね、あのナビがついてるんですけど、まあナビだけでもね、2、30万しちゃいますんで、あのそれ込みだったら、やっぱだいぶお買い得だなと思います。ではね、内装の方を見ていきましょう。はい、ではお邪魔しますと。内装はね、こんな感じです。なんかね真っ黒って感じ。やっぱベゼルってねこの辺がかっこいいですよね。なんかねすごいスタイリッシュ、こう盛り上がってるような、このなんかバイクのねタンクみたいな感じでかっこよくないですか、ベゼルって。でこれですよ、専用シート、モデュール X の専用シート。このシートだけでもね結構いい値段するんじゃないですか。あの今回のこのモデュール X の、しかもベゼルのシートはもうこれ秀逸だなと実は思っております。この椅子だけね作るためにすごい開発時間と労力がかかってるといったものなんですよね。仕上げも結構綺麗よね。こうデザインも貼り分けられてるんですよね。乗った感じこんな感じです。いやかっこええな。なんかねすごいドキドキワクワクしますね。いやなんかいい車に乗ってるなっていう印象がすごいあります。
結構エンジン音鳴るんですね。これハイブリッドカーなんですが、シングルモーターなんで、やっぱ結構エンジンは、すぐ動きますいや最近ね、ちょっと私ホンダ E っていうね電気自動車買ったので、なんか車が振動してるっていうのにちょっと今久しぶりにちょっと驚きを感じております。ちゃんとビニールまだ新品のところ残ってますよ。あ、こう足元もほらちゃんとね蹴っ飛ばされないようにシーリングしてますね。あ、綺麗綺麗。ほらこんな感じ。ここで開けんのかな。はい、ちょっとねエンジンルーム見させていただきます。こちらまあハイブリッドっていうことで、まあエンジンの方は132馬力ですね。最大トルクは156ニュートンメーターあります。プラスモーターということで 29.5 馬力プラスされてますね。モーターの最大トルクは160ニュートンメーターということで、あ、モータートルクの方が大きいんですね。まあ、ちなみにね、ちょっと燃費表記は、マデュロ X は、表記されてないんですが、ベゼルのハイブリッド RS で行くと、WLTC モードが、19.8kg/L といった感じになりますね。ちなみにトランクルーム、こんな感じです。広い。いや、十分な、スペースを確保できてますよね。結構この横のところが掘り込んでるんで、長物横に入れれます。でね、このしっかりしたトノカバーもついてるんで、まあ、セキュリティ面もバッチリですよね。ちょっと後部座席もチェックしとこう。おぉ。あ、なんかでもマットってこんなマットやったんやな。なんかこれデザインです。後ろはまあほぼ人が乗ってないっていう感じがしますね。まあこれ試乗車でしたのでかなり綺麗ですよね。これね、契約の方が決まったら、中の方全部清掃しますので、その辺がね、ホンダディーラーさんのすごいところだなと思います。全部ね、こんだけ綺麗なのにもう一回清掃するらしいですよ。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダベゼルハイブリッドモデュロ X ということで、久々にね今乗っております。実はね、私この車2回ほど、試乗レビューの方しております。詳しくはねこの i ボタンを押してくださいね。いやこれね、今乗ってやっぱちょっと忘れてました。この乗り心地、足回り、やっぱこれモデュロ X のサスペンションついてるだけでこんなに違うんだなと今感じました。やっぱちょっと固めです。確かに普通のベゼルより硬いというかね、しっかりした足回りがついてるんだなと今思いました。おお、あ、すごい。あれこんなんやったっけ。あれ、うわ、ちょっとねごめんなさい、今感動します。私ね普段電気自動車乗ってるんですよ。あれのね乗り心地は結構最高レベルだと私は思ってるんですけど、この今久々にこのハイブリッドカー乗ったんですが、ハイブリッドカーというかまあこの今エンジンですよね。このエンジンの鼓動がすごい、なんだろうこれ、やっぱ車に乗ってるぞ感があるな。やっぱねこのダイレクトなこのエンジンの振動といいますか、だいぶね静かな方だと思います。普通の内燃式のねガソリンエンジンよりは静かな方だと思うんですが、伝わってくるんですよね。これわざとこうしてるのかな。まあ、このシートもそうなんですけど、このハンドルから、このエンジンというか、このボディの、この全体の操ってる感っていうのが、ハンドルとシートを通して、伝わってきますね。はい。ではちょっと踏み込んでみましょう。いい音鳴るぜ。今ね、どんどん新しいモデルは、EHEV というね、2モーター式ハイブリッドになってるんですが、このベゼルハイブリッドモデル X は、このシングルモーターなんですよね。私ね、このシングルモーターの、この IDCD のパワーユニットね、めっちゃ好きなんですよ。
やっぱキビキビ感が違うような感じがするというかね、やっぱダイレクト感かな。まあ、ハイブリッドカーなんですが、ハイブリッドカーじゃないようなダイレクト感、これわかりますかね、すいません。それがね、すごいやっぱこの IDCD はあるんですよね。いやー、でもこれね、やっぱシートです。やっぱり私ちょっとね、わりかし体が大きい方なんですけど、ちょっと参考になるかどうかわかんないですけど、この私の体に結構フィットするというかね、この横幅、この肋骨のここがね、いい感じなんですよね。狭すぎず広すぎずで、この横のホールド感っていうのがね、バッチリなんですよね。結構ね、頭の揺れよりも、この胴体の揺れを制御してもらった方が、なんかね、この、カーブとかね、曲がりやすい感じがするんですよ。結構、カーブ曲がるときに肘でね、押さえたりするんですけど、それがね、しなくていいなという感じがします。この胴体で、この横 G を受けれるような感じがしますね。で、このいい感じの硬さなんですよね。いや、本当にね、なんかちょっとヨーロッパ車に乗ってるんじゃないかなというぐらいの、このボディ剛性と言ったらいいのか、このシートの加減と言ったらいいのか、いや、仕上げてきてるわ、やっぱり。このね、ベゼルってね、やっぱもうだいぶモデル末期で、もうすぐね、新モデルが出るんですが、これ多分ね、完成度としてはかなり高いです。いや、この本当にこの今のモデルが、やっぱどうしてもいいよっていう方は、ぜひね、このね、私 の今乗ってるこの、323万するんですけど、結構やっぱベゼルの中でもかなり上のグレードで、かなりお値段張るんですが、いや、完成度からいくと、これはね、おすすめですよね。新しくモデルチェンジすると、結構、まだね、ちょっと、足らずのところがやっぱ出てきますよね。私ね、出てすぐの車よりも、ちょっと、置いてから、マイチェンしてからぐらいの方がね、本当はいいなと思ってます。で、これはもう最終モデルの、もう磨き上げられた最後の方のモデルなので、いやー、かなりね、詰めてきてるなという感じが今しました。ちょっと乗ってすぐ分かりましたね。まあ、おそらくこの動画見てる方は、このベゼルの RS とどこが違うんだということでね、結構ね、この新車で買うと、このハイブリッドモデルで60万ぐらいの差が実はあるんですよね。まあ、RS 選ぶ方も多いと思うんですが、いや、私はね、このモデューロ X の、まあ、ちょっと買うときは高いけど、でも、まあ、これナビついてるからな。ナビついてて、しかも消費税込みですよ。消費税込みで323万なので、まあ、お買い得かなと私は思いますね。直進安定性がすごい。やっぱね、ほら、さっき見たんですけど、この底面に、整流、空気をね、空気の流れを調整する、ポッチがついてましたよね、前と後ろに。あれがね、やっぱ結構効いてるんだなと思います。ハンドルブレない感じ。ほら、こういう感じで、スッと、今段ボールがあったんで、スッと避けたんですけど。あ、すごいすごい。ハンドルいいわ、これ。さっきね、ちょっと重めかなと思ったんですけど、運転してるとそんなことないです。ではね、ちょっとスポーツモードを入れてみようと思います。おぉ、赤くなった。おい。これね、だいぶ回転数が上の方まで引っ張れるように設定されてますね。まあでもこれね、私思うところ、ほとんどこれスポーツモードをしなくていいと思います。十分。今ちょっと切ったんですけど、ノーマルモード十分。十分というか、これちょうどいいかな。ちょっとスポーツモードだとね、若干ちょっとエンジン音が結構ガンガン上がるんで、ちょっとうるさくなっちゃいますよね、どうしても。まあ気分転換するときぐらいはいいなと思うんですが、まあ普段はこのね、普通のモードで十分速いです。で、パドルシフトがついてるんで、結構ね、私ね、この減速するときにパドルシフトって使います。
なるべくね、ブレーキ踏まずに、ブレーキ踏む前にちょっとこれでシフトダウンして、速度落としてみたいな感じの乗り方がね、結構いいなと思ってます。で、これ、ホンダセンシングもね、ついてまして、レーンアシストとか、ACC もね、一応ついてます。運転支援システムということで、まあ、補助をね、いっぱいしてくれる機能がついてますので、まあ、結構、駐車場でね、踏み間違いして、ぶつからないとかね、そういうのもあるんで、安心ですよね。で、これ、ほら、ブレーキホールドシステムがついてるんよ。これ楽。ブレーキね、足外しても、今足外してます。それでもね、まあ、サイドブレーキを引いたような感じに今なってるんですよ。これ、サイドブレーキ引いてる感じになるのかな？ブレーキホールドね。これね、慣れると、本当に、離れられなくなります。他の車、乗りたくなくなります。はい、というわけで、ホンダカーズ大阪東花園店さんでこちら販売しております。詳しくはね、下の概要欄見てください。中古販売のサイトの方を、出しておりますので、皆さんぜひともチェックしてくださいね。いや、このベゼルのモデュール X ね、本当にね、探してもね、なかなかないと思うんで、しかもこの低走行の、中古車ってね、出てこないと思うので、皆さん早めにチェックして、購入考えてる方は早めに問い合わせお願いいたします。あと私こういったね、車の動画よく出しておりますので、興味のある方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ベゼルハイブリッドモデュール X でした。じゃあね、バーイ。